さて、レオナルド編ですよ。今日も京都で。グッドラック、ノーネームさん、グッドラックありがとうございます。ここはニューゲームでは必ず出てくるアンケートなので。大体のパターンを覚えて、火のかけらを愛はむのに沈む。いい加減大人にならないとな。主人公補正をかけたタリアを作った上で主人公をレオナルドにする。タリアは認識できないのか。あ、できてるじゃん。主人公補正をかけたタリア。いや、あ、タリア、とりあえず、レオナルドを主人公にして、どお、は、あ、で、通りすがりの女の人のお願い事を聞いて、あー、だいぶ遅い。選択肢迷ったもんな、結構。で、ヘイディルに会って、あ、違います、やり直そう、これさすがにやり直そうよ。これはイエローカードですね。イエローカードというか、もうイエローカード3つで今日やらなくていいよレベルの。これは言い逃れのしようがない、ひどい。初見です。10分前から開始ですか今日は。てへっ、そうですそうです。アルプンさんいらっしゃいませ。初見さんですね。どうぞよろしくお願いします。グッドラックありがとうございます。カッコ2回目ってどういうことでしょう。あ、これ間違えた。ピナに1回傾くから、ウルピナに1回きらめくから、もう呼び寄せるでリカバリできるね。セーフセーフ。
いやまあ実はね、リアルの仕事の方がちょっと、特に週の後半をが早めに起きないといけなくなりそうなので、実は2回目え、な、何のことでしょうか、ガクガクブルブル。そんな初見さんの夢を砕くようなことを私がするわけがないじゃないですか、ははは。とはいえ、実際ちょっとなんかいっぱい喋らしちゃってる気がする。さて、レオナルド君の今度は行き過ぎたか。しかもここで行き過ぎるかどうかじゃなくて、さっきここだったよね。2回でやった方がいい？食べられるの？ま？4ターンかかった。リリアちゃん強い。お前らひどすぎ。ひどいな。まあまあまあ、ここで腐るところではないと思っていくとしよう。プラス15秒ぐらいで済んだら継承、まあ30秒ぐらいだはしょうがないかな。実は2回目何のことでしょう。あー、アルプンさん、そんなようなことは、ガクガクブルブル。これ字数が少ないと投げないの？なんか英文に投げるタイミング、
癖がありますわね。癖ってそう変換するの？あ、15秒ぐらいで済んだから継承か。意外とその割にキャスパーが動けてないんだよね。致命傷で済んだから軽傷か。そうですね、そういうことです。本当になんか今度は止まるところがチキンになってるわね。って言ったら絶対今度はフォモアに引っかかるんだよ。ハイバーニアで。ドドーン。わあ、ヘビだー。足がいっぱい生えてるヘビだー。あ、ジェロームの方が上なんだ。え、ちょ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 、誰？どう見てもムカデ。確かにそういう説はあるかもしれない。俺が守る。そうかもしれん。私の世界へようこそ。私の世界へようこそって、あれって変わったことを覚えさせてくれ。こんばんはで出るんだったっけ。私の世界へよう。今そういう設定にしたかな。遊びに来たようだった。こんにちはか。失礼しました。あ、こんにちは設定してない、まさか。わあ、失礼、さらに失礼しました。ごめん。テヘドラー、やべえ、めんどくさい。楽しいじゃねえか。まだひらめかないと信じていくか。震えるがいい。よし。よし。おはよう。そうなんです、おはようは出ないんです。何も考えてなかったっていうだけなんですけど、ちょっとこんにちはは設定しとこう。
ちゃんと私の世界へようこそが出るようにしてたんだ。あ、動けない。嘘！もう時間かけて失敗とかありえないんですけど。え、なんで？真横から行かなきゃいけないってこと？本当の上、高い地下突っ込んでいくとダメなの？あれ。いや、全然静寂の森の反応がなかったからどうなんだろうと思ってたけど。あれ？まだひらめかない。マジか。じゃあもう攻めるか。これどうしようかな。あー、ひらめいた。しっくじった。下手くそ。うん、まあ骨だったらいいや。骨だったら骨砕きをひらめいちゃう場合と、冷徹撃をひらめく場合がありますけど、冷徹撃だとモーションが長いので、ひらめいちゃうなら骨砕き希望。シーフード大好き。完璧。今日もリサちゃんが主役です。どうしようかな。そうなるんだ。やべ。何すんのよ。時間かかって負けるから、それ。火力が少ないんです。こうなると。お仕置きの時間だ。すー、とんでもないいらんところでスイングダウンひらめいてもうた。精神の刑事か、俺に任せろ。目を閉じて。まあまあいいけど、食べるが選ばれにくくなるから。そろそろ食べる？はい。許さないわよ。絶望。さあ始めよう。敵のために祈ろう。まあ一応その割にはいい方。キャスパーが全く動いてないのは問題だけど。辛いです。17分入っちゃうなこれ。
ケオブランの人魔術師さんね。ケオブランの人魔術師さんと比べると顔色いいけど、なんか許したくないお顔つき。今日も顔色悪いなぁね。皆さん、よろしくお願いします。そこから比べるとこのおじさんは結構顔色いいですよ。フォモアのおじさんは。顔色がわからないマクリルカリの偉い人とか。このおじさんは顔色とかどうでもいいから消えてにっこり。縛りプレイの上でも邪魔だからなあいつ。ピナ編でもあいつがいなければ割と序盤楽ですからね。少なくともタコは設置されないし、ドラエコも戦うことないだろうけど。そうなんですよ、ピナ編のね、あれはどうかと思いますよ。受けてみなさい、みんなありがとう。戦いのない日は来るのでしょうか。とりあえずはこれで、まあよろしくな。一応19分、まあまあギリ。いざいざ滋賀県へ。滋賀県だ、滋賀県に行くんだ。茨城の農民が滋賀県に着くまで20分。ピナ編のタコもそうだし、ドレイクもそうだし、あそこで2回ひらめき次元弾使いますからね。あれがなければもっと都合のいいところでかかと切りガチャができるし、ガチャ人数を減らせるし。ピナ編をやってるとここ2回入りたくなったりとか、他のところにも行きたくなったりするのが、こう
ごっちゃになるっていうね。レオナルド編もね、寄らなくてもいいんだけど、寄る理由はここですね。有田焼のタリアさんですよ。ただの陶芸家よ、当てにしないでね。え、どこ？久しぶりに乱れてみようかしら。あいつ、ついばみとか準備して上がりますよ。え、そっち？やる気ありすぎでしょう。ガブリエル、怒らせろ。惜しい。早っ。それは予想してなかった。みんなありがとう。いやー、しかしちょっとこれは時間かかった。私に似合う。ツラの皮でも熱くなったか。ねえ、ババババってやるのが楽しいんですよ。再生のタリアの時は。だからといってどれほど有利になるかって言われるとよくわからないって感じですけど。さあ、クラゲを持ってきたよ。でもあげない、あげるわけないじゃんね。持ってきたからといってもらえるとか甘えですよ。ひどい。え、いやいや、世の中とはそういうものなのです。じゃあなんで持ってきたの？そりゃ目の前で見せびらかすために決まってるじゃないですか。受けてみなさい。ひどい人間じゃない。そうかな。やっぱり新しいものを手に入れたら自慢したくなるってよくあるじゃん。まあ、クラゲを手に入れたんだからね、そりゃ自慢もしたくなるじゃないですか。
ガブリエル今です。クラゲ自慢したくなる衝動に駆られたことはないな。そうそうかな。肉など掴んでいい。そうかな。クラゲですよ、だって。まあこのクラゲはもういらないから置いといてあげるよ。食べたら元気になるかもしれないしね。そしたらもう一回ツインスパイク欲しい。さて石をつつくよ。ちょっとね、今日はちゃんとこっちで登録しといたろう。でね、すごい当たり前だけど絶対今ツインスパイクにすんの忘れたと思う。これね、うっかりやるとカウンターひらめくからね。時間かかるけど、さすがにこれはいけるでしょ。みんなありがとう。2ターンは待ってあげない。おったんじゃないわよ。良くないです、これは。雑魚で稼がない方がいいか。絶望。
マジで早く料理しちゃおう。二連続カウンターか。増えて困るものでもないわ。いやー、それはちょっと思ってなかった。わー、火山がなんか活発になっていく。ちょっと石をつついたり水生生物をいじめたりしてるだけなのに。また噴火が活発になっている。セーフ。はーい、スパチャーいただきます。お仕置きの時間だ。こんなものか。少しは面白くなってきたか。エリセの盾ガードすげえな。これで1回は行動してることになるよね。なるほど。よし。もう私にやらせないでよ。リサって多分これ2回目ぐらいだと思うんだけど。なかなかではない。まだまだやれますね。食べ過ぎかな。何が変わったか。スラの皮でも熱くなったか。わあ、噴火が本格的に、わあ、前も見えない煙だらけだ。火山灰が画面が暗転する。見えない。この辺、ああ、外れ。クラゲを自慢してその上にポイ捨てしてあげく。火山を噴火させるなんてどれほどの罪を重ねるんだ。いや、噴火させたはちょっと言いがかりですよ。
化は私の方が上じゃない？我々のせいではない。なんか石をつつくたびに強なんか噴火の傾向が強くなってったのは認めるけど、まあこの地域ってそういう地域なんじゃないんでしょうか、きっと。かばってない、かばってない。まあ、イケポチャできるかな。おじいちゃん、そう、どの日ツインスパイク以降はだから遅れてるほどじゃないかな。今度は不法投棄だなんて、いやーヤンキーやべえな。精霊ね、ここは慎重に行きましょう。ストロー不法投棄って言うけど、ほら、あの帰ってきたしね。だから脳幹ですよ、脳幹。あ、それ違う。いや、その理屈はおかしい。え、どういうことだってばよ。震えるがいい。あー、スイングしとくか。耐えられるとはどうせ思ってないけど。じゃあレベルの累積だけ貯めようか。少しは面白くなかった。増えて困るものでもないな。まあ投げ込んだらここじゃないって言われたから返してもらったっていうだけで、狩りなら任せておけ。不法投棄っていうわけではそもそもない上に、しかも返してもらってる、この理屈の一体どこに、おかしなところが。ここは慎重に行きましょう。
絶望せよ、さらば。シュイーンが次来てほしいな。シュイーンが、無許可で投げ込んだ時点でそもそも許可ありきっていうサイドに問題がないですかね。はあ、使え。主因をしなさいと言ったのにやらない。土の顔はいらないです。戦いのないと来るのでもない。君のサイレン2ターンも待ってられないから。おじいちゃんにレベル上げてもらったので満を持してきますわよ。あれ厳密にはね、あそこでレベル上げない方が、多分レベル上げないっていうかパーティーレベル上がるまでやらない方がいいんでしょうけどね、本当はね。はい、お願いしまーす。魔物は好かぬ。あ、これ全体攻撃やるよね。スパチャとエイミングが打てないのは痛いけど、打てる打てるんだったら打っちゃうけど、はい。あー、しまった。火の結晶取り損ねた。分かっているぞ。仕留めた。タイムの犠牲になってしまった。赤の結晶40個が。なかなかではないか。まだまだやれますわ。これからもお前を守るぞ。キャスパーの LP は考えないっていうね。犠牲になったのはキャスパーの LP なんですけど、まあ、そのおかげでボーナスの赤の結晶40個を
もらい損ねた。さあさあ早く出かけましょう。ああ今日はご機嫌いいですね。これは何だ。いやここでご機嫌がいいのはいいことなんですけど、この調子でですね、この調子で本番もですね逃げ道をお願いしたいわけですよ。針を切り上げよう。赤の結晶ちょっと稼いでるか。多分大丈夫だけどね。129。さっきも2回ぐらいしか振ってないんだよね。足りないか。ガブのランクアップが早いのはいいことよ。行くわよ。ぶちかませ。もう私にやらせないでよ。あと5回ぐらい。増えて困るものでもないな。そういうことか。大木像打っとくのか。ああいうとき負けるわけにはいかないのだけれど、
落ち着いていきましょう。落ち着いていきましょう。全部行動させない。ま、あと2回。はい、感謝します。ひらめきだ、ひらめきが来ましたわ。楽しませておくれ。私にやらせないでよ。あと1回お役に立てるかしら。面の皮でも熱くなったか。ちょろちょろ目障りね。このも6レベルになっちゃったよ。
6レベルになったって言いながら容赦なくワンターンキルを狙うっていうね。肉など掴んでいい。そうだよね、そろそろ来るよね。だからここはちゃんと狙った方が良さげね。ちょっと段数かかるけど、もう一声って感じか。は終わりでいい。ちょっとエリセドも下げようか。あとはエリザベートをここにアーマーに変えておく。披露しとこうか。かわいい。どうした、もっと楽しませておくれ。これでも王女だからね。終わり。4回。そうなるんだ。少しずつ思い出す感じね。お仕置きの時間だ。絶望してよ。来ますか、そっちが。おいしい。まあ、ひらめ、これはリロードでいい。いやー、まだ来ないかなーって思ってたけど、来たな。あー、並び順。着物がきつくなるの？役に立つだろう。見直した？
回目。少しは面白くなってきた。熱くなったか。私が出てくるのあれなんとかしたいな。微妙にチアゴのヒットポイントが妙に高いっていうね。油断大敵って言うけどね。あ、さ、やべ。まあ、ネタですが。ドキドキ。絶望せよ。そろそろついてきな。ひらめかないか。ああ、プレイヤーを直接アタックはそれは無理だ。まあ行くか。戦いのない日は来るのでしょうか。エリサドもヒットポイント140とかになってて結構くさ。火の結晶ちょうだい。足りないわけじゃないと思うけど欲しい。スイングでいこう。こんばんは、ひまりさん、いらっしゃいませ。こんばんは。体調いかがですん。お仕置きの時間だ。いやー、スイング強かった。精神に異常をきたしました。お大事になさってください。昨日はひどかった。そうですか。
これで5回防護服2つボンブレーボンブレあと1個作れるでしょ。あとはこんなもんかな。さてちょっと強気にいきますよーんと。あ、斧鍛えてない。ごめん、斧だけはちょっと鍛えたい。これちょっとちょうだい。さーて、カバーリングもひらめいたしね。心置きなくスパリアルチャージ打ってますからね、これで。てかキャスパー別にもうあれよ、フライパンでいいのよ。ニーブだ、殺せー。逃げ道を塞ぐ。計算間違い？ニーブである慈悲はない。強いからね、実際。ルーナもニーブもフローラも決して弱くないので、ぶっちゃけ言うとあまり。私が散る猶予はない。これで半分以上減ってるから、ヒットポイント高くなってほしい組はなんとかなると思いたいんだけど。ジャウスト呪縛ですよ。わお、さすがフランシス、強いね。なかなかではないか。ここか。さてと、モノローグの時間です。いやー、いろんな思い出があったな。道行く人にもいろんなものを恵んでもらった。
時にはガニツインスパイクを譲ってもらった。もしかしたら噴火もしたかもしれない。卵の中から槍を譲ってもらった。さあお願いします。おキャスパーいいね。ガブがもう一声。エリセト自身はもう譲ってもらった、奪い取った、何のことでしょう。熱い風評被害ですね。まあね、ほら仮に違うとか言ってもほら思い出って美化されるもんだから、ちょっと召喚 NG。 これね、召喚になった時やり直しまであるもんね。ガブリエル、武勇伝のように味方の元ヤンみたいなこと、元ヤンだったわ。そうですよ、当たった当たった。肉など逆転で手応えあったのに。まだまだやれますよ。無事か。ウォーターガン、あーダメだったか。んー、まあいいや。大体ヒットポイントはそれらしい感じになってると思うんだけど、キャスパーこれでいいのかな。レオナルドからもらったてくる、レオナルドからもらってくる、ティシサックから、ボンブレをセシリアちゃんから、ボンブレを遊びに来たよ。ちょっと待ってくださいね。あ、カリウドの合唱さんいらっしゃいませ。遊びに来たよー。こんばんは。今日はさすがに使えんか。ボンブレ、指揮者のローブが1個しかないって。はい。あ、タイリアから取っちゃった。いや、今日は譲れないっす。スターストーンで、タリアは、あ、まあ、いっか。こんな感じ。てか、チアゴのヒットポイントが臭すぎるんだけど、これ。どういうこと？見たことないヒットポイントだったんだけど、レオフェン RTA で。いや、高いなとさっきから思ってたけど、160近く持ってくるって、これワンチャンあれじゃん、勝利優先外す可能性があるやつじゃん。よし、邪神は嬉しい。かように人を操ってさぞや楽しいことだ。1名の1時間40分切り、ちょっときついかもしれないですね、これは。とはいえ
45分切り。できたら素敵って感じですね。まずはスケモクスパマンさんいらっしゃいませ。もふうクラッチュさんもふうご利用ありがとうございます。いやお祈り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 、あーいいですねいいですよ。それいいからアシュテールでお願いします。あれとんでもないこと言い始めたな。させん。あーそういうことそういうことやる。多分足払いからのスパチャーとなんとかでなんとかなるでしょう。あー結構早いな。うずめなの。バンダライズ。精神の刑事か。めっちゃ怒るね今日。アシュテールだ。なぜ先に殴ったし。おかわり来た。行動瞬があれだからエイミングに変えたんじゃないのか説。まだひらめかない。あーこれひらめかないな。あの人じゃな。ここで石を投げ間違えるはさすがにしない。何をやろうとしてるのかな。オクニアナ、ティシサック、タリア、エリセド。あ、ティシサックやめて。レオナルド、こんなに重くしなくていい。あ、オグニャラを装備してるんだ。バックラーをもらってきといて。レオナルド、オブニアナか。どっちも早いな。4、まあ4だったらいいか。さてお願いします。まあ大変な敵。大人になる。グルモンの女王よりこっちの方がずっと魅力的だよ。
タリアがな、一応ウォーターガン覚えてるからな。こう。グフグハ、黄色にすべきだったか。でもな、ダメージで行動順下がると嫌だしな。めっちゃあいつだ、行動順下がる。あ、セーフセーフ。そばみんさんいらっしゃいませ。ミュウミュウ、グッドラック、ありがとうございます。頑張りまーす。ガードされなければだいぶ早い。これは一発でハメが成功したので、難点はタリアが無常の杖じゃないのでちょっと強い、強さが足りないって言った方がいいか。まあそうした方がその超重力ハメの成功率が上がると思ったからなんですけど、しがまずくがいい。あ、いいですねこれ。メーター変わった直後にガンガン入ります。こっからあともめっちゃいばらまみれにしていきますよ。ちょあとはガードすんな、あとはガードすんな。ガードすんな。マックガードではない。普通にガードしないでいただきたく。ちょっとね、音声認識ちゃん。いや、まあ、多分、音声認識って多分、大体 Google の Chrome の経由で使ってると思うんですけど、なので多分私の滑舌が悪いんですけど、ギャーガードされた。
いつあいつ。この時間にジャガバターは見捨てろ。失礼しました。やつ、ブレイブライズのエリザベート・ティッシーで忘れないようにハンター戻しておいて、キャスキャボンブレ防護服、守護者ティッシー、レザグリーでもいいけどフェイスマスクでいいよ。au でエルセドソルジャースーツは NG、 申し訳ないがそれは NG である。でガブリエルがつけてる。あ、かつてないぐらい強くてどうしようか困ってんだけど、エリザベートこうか。さっきふんわりスフレ食べたのでセーフ。あ、よかったです、許された。持ってるもの間違えてないね。いや、ちょっとそれは嫌です。ちょっと嘘、あ、もしかして、え、あ、そうだ、確かにウィンドシェルとかつけてない気がする。そりゃそうだ。まあレザーグリーブでいいけど、ウィンドシェルじゃない、妖精の指輪。命がけの再挑戦連撃を繰り返すやつとかおる？おいしくなさそうだね。はい、一発で決めるなんて余裕なんすよ。問題はね、これエリセドが叩く暇ないんだよな、これ。お、入った。何そのフラグ、やめてそういうの。やると思った。そうだよね、脳削りひらめかないんだよね。そうそう、すごいよく来りませんよ、ははは。ゾディアックが来る。
え、なんで？あ、そういうことか。何すんのよ。まあ余裕なんですけどね。あ、これメーター回らないよね。回らないって言ってほしいんだけど、うん、回らないね。メテオブリンクがもったいない。ゾディアックが速いからあんまり打てない。はい、これ結構ターン数かかるんだよな。でゾディアック2回目、あ、再起ねか。再起ねについてはちょっとどうなんだろうな。まあこれで耐えたし。くさ、しっかりしなさいよ。いやー、ゾディアック早かったな。もうふう、クラッチさん、もうふう、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。よいしょ。あとはパチパチパチ。ノーネームさん、パチパチありがとうございます。アロプンさん、ジージーありがとうございます。45分ぴったりぐらい丸ボタン押しを怠らなければ。健康診断、ジー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 。健康診断だったんだ。クソ、なんて変顔。ジージー、カリウドの合唱さん、ジージーありがとうございます。よく見たら自己ベラップですか。はい、そうなんです、自己ベラップでやってました。なのでこれ本当に自己ベになってほしいなっていうフラグ。あれだろう、ここら辺でコントローラー落ちとかアプリ落ちとか。寝落ちとか。あー、何ですかそのリルさん方式は。ボタン連打してる音が卵溶いてる音みたいに聞こえた。あれやっぱね、音強いんですよこれ。もしかして高橋名人ですか。いや無理です、無理です。 1秒間に16だったっけ。いや無理です。何やってるんですかね。もう
でもね、カチカチカチって音がね、そう、分かそうだと分かる間はそんなに大して連射できてないです。コントローラー変えてからやっぱりね、音がちょっとそのまさにカチカチ音が大きくなったなって思いますね。ボタン押すのもしんどいし、まあボタン押すのがしんどいのはそのうち押し続けてれば柔らかくなるかもしれないんですけど、しばらくはやっぱりカチカチ音が、カチカチ音とこの反動に耐えながらやる感じになるんだろうな。
35はギリ切れてると思いたい